精一杯元気に、そして明るく走り抜くことを誓います。この大会は友情と健康づくりを目的に南小国町と熊本走ろう会が開催しているもので、今年で40回目です。コースは10マイル16キロと5キロの2コースで、県の内外から470人が参加しました。その中でも唯一40回連続で参加しているのが84歳の加藤武さん。5キロのコースを走り切りました。景色もいいし、みんな応援が割と多いですね。まあ楽しく走れたことが第一ですね。参加者は起伏の激しいコースに苦戦しながらも、秋を感じさせる爽やかな風が吹く中、思い思いのペースで楽しんでいました。